おはようございます。こんにちは。こんばんは。文化人放送局スタッフ T です。いつも文化人放送局をご覧いただきありがとうございます。本日も文化人スタッフ厳選注目22時45分のニュースをお届けします。本日もロシア、米国、四国、警告関連など海外ニュース、そして日本の中の国防や自民党関連など様々なニュースをご紹介したいと思います。ぜひ最後までご覧ください。これはやばいと思った方は高評価を、こんな情報もあるよって方はコメント欄で教えていただけると幸いです。本日もルールが厳しくなっている都合上、隠語を使わせていただきます。何卒ご了承ください。それでは早速本編に参りましょう。今日も数が多いので、海外ニュースをざっと紹介させていただきます。まずはこちら、ロシア関連からです。敗北を認め始めた、政局の現実を見て認識が変化してきたプーチン側近たちというふうな小森さんの記事ですね。このような記事も出てきておりました。こちら、ロシア、戦地に送らない、安心してほしいという呼びかけも、秋の徴兵開始というふうに言われてまして、すごい言葉で誘ってらっしゃるんですね。こちら白川さんですが、ロシアの脅威で最も恐ろしいのがサイバー部隊。アメリカの原発がロシアのサイバー部隊に入り込まれたことがあり、ロシアがその気なら何でもできる状態だった。オバマ大統領がプーチン大統領につかみかからんばかりに怒ったのはその後、日本なんてひとたまりもない。安倍トランプだったからあのプーチンをコントロールし、習近平を牽制できた。私たちはそれに慣れすぎて、安倍トランプなき国際政治でプーチンの応募はみんなで叩けば終わると思った。相手がロシアであることを忘れたかというふうにおっしゃっています。本当に安倍元首相&トランプ前大統領のコンビって最強でしたよね。で、こちら、白川さんですが、ロシアが弱体化して影響力が低下しても、ロシアのリスクが低下するわけではない。確かに弾薬は尽きているが、ロシアの持つ大量の戦略核や戦術核は、ウクライナ戦争以後も全く減っていない。むしろリスクは増している。リンク先の論文ではプーチンが倒れればロシアが無害化されることは期待できず、むしろ今の体制が強化されて、ますます欧米との対立が激化する可能性があると分析されている。四国北朝鮮以上の上に、以外の、失礼しました。四国北朝鮮以外の上に、わざわざ厄介な敵を作った。私だってプーチンが悪いなんて知っている。ただロシアを完全に孤立させれば、日本は中ロ北と3正面、アメリカは中ロ北イランと4正面になる。完全に孤立させれば危機になるのは日米。なぜそんな簡単なことすらわからないのかというふうに言われていました。なるほどなというふうに思いました。で、こちら、白川さんですが、伝わりにくいので、すごく単純化して書く。ロシアは確かに弾薬兵器が足りなくなっているが、もし本当につけたら、ロシアは戦術核と戦略核のみという状態になる。それでプーチン大統領が降参すればいいが、降参しなかったら第3次世界大戦になる可能性があると思うというふうに、おっしゃっていますね。で、白川さんの件について紹介されている加藤さんのツイートですが、その時はプーチン暗殺でしょう。ロシア人だって巻き込まれるのは嫌でしょうからというふうにおっしゃっていますね。で、こちら。これまた今日ですよね。北朝鮮が発射弾道ミサイルは日本の EZ 外に落下。異例、渓谷のウルルン地域に空襲警報。渓谷のテレビ局が一斉に緊急放送で避難指示というふうに言われていました。こういうことがあったんですね。こちら、北朝鮮、ミサイル10発超発射か、渓谷一部に空襲警報とテレ朝が報じております。こちら、北朝鮮が海上に100発砲撃。渓谷によると北朝鮮は2日午後、東の海岸から日本海上の渓谷との境界線付近に約100発の砲撃を行ったというふうなことも、これ16時20分の記事ですね。で、こちら、警告軍が対抗措置、ミサイル3発を発射、北朝鮮の弾道ミサイル発射受け、いかなる挑発にも断固として対応するということで、これ13時01分ですので、まずミサイル発射があって、その後警告軍が対抗措置をして、その後100発の砲撃があったということの時系列かもしれませんね。こちら、警告軍もミサイル発射、北に対抗、境界線北側にというふうな記事を紹介されて、島田さんが、警告では、独自核抑止力保有を主張する政治家もいる。北の召使い、ムン・ジェインの退場以来、逮捕はまだだが、国防に関しては日本よりしっかりしているというふうにおっしゃっていまして、日本もしっかりしてほしいですね。で、こちら、渓谷のイテウォン雑踏事故、犠牲者の3分の2が女性、体格差が影響かというふうな記事。また、事故現場からの通報公開、圧死しそう、通報11件も出動4件のみ、警告警察というふうな記事も出てきていたり、こちらですね、イテウォン雑踏事故、悲鳴の通報電話があっても、警察は事故1時間前からは出動すらしていなかった。3時直前に相次いだ通報、警察の対応に問題点、通報11件のうち6件が圧死、減給というふうなことが言われていますね。で、こちら、自国民5人死亡のイラン、警告政府のずさんな管理、批判、警告外交部、遺憾というふうに言われていまして、このように、ちょっと見ておきましょうか。イテウォンで発生した大規模な圧死実行に関連し、イランが警告政府の現場管理が不十分だったと批判した。これに対して外交部はイラン側に遺憾を表明したと1日明らかにしたということで、という、ハテナがちょっと出ましたが、どうなんでしょうか。で、こちら、シー国のウイグル人権侵害を非難する国連声明、警告は不参加ということで、ね、わかりやすいですね。で、こちら。習近平氏が参戦したシ国から世界の投資家が逃げ出したというふうな記事を紹介されています。グローバルマネーはシ国の新体制が共同富裕、政策を掲げて、鄧小平以来の改革開放路線を捨て去ろうとしていることに敏感に反応、不動産規制や流行り病、ゼロ流行り病対策など、経済失勢のつけからシ国国民の不満をそらすため、一段と台湾情勢を悪化させかねないというふうに言われています。ここからシ国関連しばらく見たいと思うんですが、こちら、シ国 GDP3 割水増しか、アメリカシカゴ大学の最新研究が指摘というふうな記事も出てきていて、こちら、台湾有事に進出企業の半数が対応策、50社調査、備え拡大というふうに言われています。平井さんですが、台湾脱出も大事だが、シ国が国防動員法を発動した場合に備え、在シ国日本人従業員の脱出準備を開始する必要がある。国防動員法は空路を閉鎖できる。自衛隊が救出に向かうことはできない。取り残された者は強制収容所に送り込まれ、行方不明になる可能性もある。命か仕事かの選択というふうにおっしゃっています。こちら、評論家宮崎氏の習独裁の資格、習近平氏の新執行部をブレーン不足と指摘します。経済政策への不安が山積みする中、日米の親中派の存在を深刻な懸念材料と合併しますというふうに宮崎さんはおっしゃっていますね。こちら、ツイッターの、ここから米国関連ですね。ツイッターのアカウントを認証有料化へ、月額$8、マスク氏が発表。ネットの反応、なるほど、現在すでに青認証バッジがついている人は、月$8払わないといけなくなるのか、外すとかっこ悪いもんね、というふうにおっしゃっていて、こちら、アメリカ広告大手2社、ツイッターへの出向停止を推奨、マスク氏買収でというふうに言われています。イーロン・マスク氏が脱民主党を図っているツイッターに、大手広告代理店が顧客に広告を出すなと圧力をかけ始めている。左翼に乗っ取られた社会、本当に腐っているとおっしゃっていて、こちら、イーロン・マスク氏、中間選挙の8日前にツイッターに凍結されたトランプ推奨のアリゾナ州長官候補のアカウントを復活させる。保守からは絶賛の声というふうに言われていまして、実際こういう動きが始まっているようですね。こちら、ツイッター従業員の 25% 解雇へ、リストラ第1弾、アメリカ氏が報道し始めたということですね。で、こちら、ウォール・ストリート・ジャーナル・スクープ、イランがサウジへの攻撃画策か、米軍は警戒態勢というふうな記事を紹介されています。イランがサウジアラビアを攻撃しようとしているという機密情報がアメリカにもたらされたそうだ。ロシアが追い込まれると北朝鮮やイランが何かしらに動くというのは当然予想されているということですね。で、ネットの反応、朝鮮半島も連動しそうというふうなことも言われています。で、こちら B52、オーストラリア配備で対中抑止、アメリカ国防総省報道官というふうなことも出てきております。オーストラリアへの B52 戦略爆撃機の配備計画に関し、様々な不測の事態に備える能力を明確に示すと述べたというふうにアメリカの報道官がこのように言ったようですね。で、こちら。白川さんですが、アメリカがあれだけ金利を上げれば他国の経済は当然悪影響を受けて、特に途上国経済は簡単に壊れる。ところが当事者であるアメリカ大統領は、アメリカ経済は強いから平気。不景気になっている国はその国がボンクラだからとアイスなめなめ言い放っているんだから、国際情勢が悪化するのは必須。バイデン大統領になってアメリカの社会分断が悪化しているが、アメリカのマスコミはなぜそれをトランプの責任と報道し続けている。なぜかそれを報道し続けていると。さすがにここまで頭の悪い国になるとは思っていなかったよとおっしゃっていますね。どんどんいきます。こちら。中間選挙まで1週間。バイデン民主は物価高で苦境。上下両院で共和党先行を許すと読売新聞が報じております。米国でも上院はまだ不明としているメディアがほとんど読売が優勢報道に踏み切ったことで逆に共和党が負けるのではないかと心配になる記事というふうに、なるほど、逆に読まれたということなんですね。そういうことも考えられるんですね。こちら、白川さんですが、トランプ vs マケインの共和党内対立の舞台だったアリゾナ州がカリ・レイク知事候補の登場でトランプ派でまとまり始めた。彼女のカリスマはすごいな。確かに言いようのない雰囲気があるというふうにおっしゃっていますね。こちら、民主党の選挙キャンペーンはバイデン大統領をできるだけ隠してオバマ元大統領を表に出す戦略。なんというかもう末期的というふうに言われていて、こちら、民主党オバマを借り出し、バイデン各地ステルス作戦も惨敗の様相。極左 MSNBC ですら、なぜバイデンでなくオバマなのか。KJP 報道官、そんなことはないというふうにおっしゃっているようですね。こちら、2020年の大統領選挙前にビッグテック等が FBI 国土安全保障省や政府機関と毎月会合し、検閲作業を調整していったことが判明と、新たなことが出てきているようですね。これ事実であれば、やっぱりこういうことがあったんだなということをね、もうこれまで一緒に皆さんと見てきましたが、もうとんでもないことがもう準備されてたというような説がここでは言われているということですね。こちら、今ね、ブラジルの方で不正選挙があったのではないかというふうな疑惑が相当言われていますよね。ボルソナロ氏、政権移行を承認、敗北は宣言せずというふうに言われています。10月30日のブラジル大統領選決選投票で敗北が決まった現職の右派、ボルソナロ大統領は1日に演説し、自身に投票した有権者に感謝の意を表明した。さらに、正式な敗北宣言を拒否しつつも、憲法の規定は尊重すると繰り返し、来年1月1日の政権以降に応じる姿勢を示唆したというふうに言われていますね。なんかこう、変なことが起きたということが言われていますよね。ボルソナロ氏は演説で選挙システムが不正に満ちているという根拠のない主張は繰り返さなかった。ただ選挙プロセスをめぐる不公平感という発言について、ビクター・コンサルタンシーの政治アナリストはトランプ前大統領から学んだものだと指摘。今後4年間トランプ氏を真似て自身の保守運動を存続させるだろうと述べたというふうに言われていまして。で、この件でちょっと見ておきたいと思うんですが、こちら、ブラジル大統領選、ボルソナロ氏の支持者らが幹線道路を封鎖、サンパウロ、リオデジャネイロなど26州の少なくとも321箇所というふうに言われていまして、このように抗議の運動が起きてるんですね。こちら、ボルソナロ大統領、疑惑の選挙で譲歩拒否、大衆は歓声を上げる。電子投票システムは不正が横行。我々の戦いは権力者や権威者、暗黒世界の支配者への戦いだというふうな、これ言われていますね。はい、これ11月1日の記事。先ほどの移行しますというふうな記事は11月2日の記事ということなんですね。ちょっと今動きがかなり活発化の中で、どのような最新情報がまた出ているかもしれませんね。こういう記事もあるということで紹介させていただいております。で、こちら、アメリカ、ちなみに、このちょっとやばい、ちょっともっと真偽不明の不正の情報とか、ちょっとわかんないような記事とかはメンバー限定の方で紹介させていただきたいと思います。ブラジル選挙の件ですね。ぜひそちらもご覧いただけたらと思います。で、こちら、アメリカサイバー当局幹部、C 国の中間選挙交渉に危機感示すというふうなことも言われております。で、こちら、カルタさんですが、ここから日本関連になりますね。テレ朝ワイドスクランブルに高橋洋一氏が埋蔵金男として登場。埋蔵金はあります。外為特会というやつ。仮に1ドル145円なら1ドル40円の売却益。40兆円ぐらい利益が出ると思うと、日本の成長を止め、さらに増税に向かってひた走る。財務省、自民党はこれを打ち砕くことができるのか。萩生田&世耕コンビに期待というふうに、唐田さんがおっしゃっています。またこちら、高橋さんですが、埋蔵金、民主党政権関係者は埋蔵金が出せず、あると騙されたという人もいるが、民主党は Z による事業仕分けや Z による消費税増税したくらいだから Z の言いなりだっただけ。ちなみに俺は事業仕分けに参加せず、消費増税反対だったけど、というふうにおっしゃっています。で、こちら、日本の解き方、政府税制調査会のアウトな増税論。抑えられるのは政治の力だ。まずは無駄カットや増収を議論すべきというふうに記事が出ておりますね。こちらの記事、ザクザクの記事ですが、ぜひご興味の方はご覧ください。で、こちら、為為替介入の弾薬が尽きれば万事休すというふうな時事ニュースの記事を紹介していますが、高橋さんが紹介されています。マスコミってこんな丸々記事をまだ書いてるんだな。為替が貿易赤字に関係とか外貨準備がなくなるとか大変とか間抜けだらけというふうに紹介されています。政府日銀のちぐはぐな戦術で無駄玉が続けば敗色濃厚というふうな記事に対してこのようにおっしゃっているんですが、マスコミ批判、時々マスコミから依頼があるけど、マスコミの前で小鳥の〇〇、バツバツとかは直接言うのはさすがに俺でも気が引ける。YouTube ネタなのでマスコミでは遠慮しているあしからず。上の記事に限らずマスコミ、論調全部に言えるが、介入が効果あるとしているのが間抜け。百数十兆円、一日もある。為替取引に数兆円介入しても一時的効果しかない。Z が効果あるというのは、そう言わないと Z からの天下りができなくなるからだよというふうに、もう暴露しまくってらっしゃいますね、高橋さんはね。で、こちら、儲けすぎの NHK、余剰金は2231億円。新社屋に1700億円。受信料未払いに罰金案もというふうに言われていまして、NHK はもういかついですね。で、こちら、深刻化する朝日新聞離れ、吉田調書問題で社内は萎縮。気骨ある記者は一掃されたというふうに記事を紹介されて、気骨ある記者が書き続けたら販売部数は今の半分になっていたのではないかというふうに言われていますね。で、こちら、統一教会がテレビ局など相手取り、複数訴訟、弁護士ら、教団側姿勢を批判、言論封じを目的とした訴訟と考えざるを得ないというふうな日テレニュースが出しておりますね。はい、日テレさんも、ね、いろいろ訴訟されてるかと思うので、ね、こういう感じで出しておられるんですかね。こちら。参政党が TBS に猛抗議、サウンジャポで統一教会が支援に入っている。ある方の発言ですね。こちらの方の発言。副代表の神谷参院議員。不確かな情報で印象操作というふうな批判の声で見出しが出ておりますね。で、これをカルタさんが紹介されています。TBS が今度はサンデージャポンで出演者が参政党も統一教会、結構支援に入っているとのケースも報告されていると発言し、参政党激怒。組織での応援は何らかの取り決めをしているということ、ありえないと猛抗議。印象操作で保守系に打撃を与えたい活動家が公共の電波を完全私物化というふうにおっしゃっていて、目的が正しければ手段は正当化されるというのが左翼の論理。造反有理、革命無罪だ。昔から角度をつけるとの隠語で、まかり通ってきたが、原発事故や盛りかけ報道以後完全に制御が失われた。岸田政権では無理だが、放送法4条違反に完全と取り組む政権ができれば、C国の分断工作の一役を担う日本のテレビ局は大打撃というふうにおっしゃっていますね。はい、この参政党さんはしっかり抗議して打ち返していただきたいですね。こちら。